おはようございます。10月24日月曜日の朝です。素晴らしい秋晴れに恵まれた週末でしたけれども、今朝は空一面に雲という月曜日の朝ですが、ゆっくりと動いていきましょう。では仰向けになってください。床に体を預けてください。床に体のどこがついていて、どこが浮いているでしょうか。呼吸をしているときに体はどこが動いていますか。頭を左右に傾けてください。首を思い切り伸ばすような転がし方ではなくて、限界まであるとしたらその半分くらいの範囲で優しく転がしてください。では動きをやめてください。両膝を立ててください。両手は万歳のように頭上の床に置いてください。左手が頭上の壁の方に床を滑って動いていって、ゆっくり戻ってください。これも限界までやろうとせずに、ほんの2-3センチ動いて戻ります。この動きを何度か繰り返してください。脇の下が開いて、あばらも少し開いていくでしょうか。手がこのまま伸びていくわけではないので、指先が頭上の壁に近づくためには、この脇の下やあばらのあたりの動きが必要ですね。背中側では肩甲骨はどう動いているでしょう。大きく動かそうとせず、どんな感じで動こうとしているかなと観察してください。骨盤には動きがありそうですか。足の裏、左の足の裏で少し床を押してあげてください。そうすると骨盤が右に転がるでしょうか。肩甲骨や骨盤の動きを観察しながら、左手が少し頭上の壁に近づいていってください。楽に楽に心地よく、これストレッチ感覚でやろうとすると肩を痛めたり首を痛めたりということが心配になります。伸びている感覚を求めずに、左側が少し開いていって長くなる、そんな感じになるでしょうか。楽に楽に、痛気持ちを求めず、ふわっと伸びてください。
この時にこの動きに加えてですね、左膝は天井、右膝は右の床に傾けていってください。そして右肘は曲げていって床の上を曲げていって右膝の方向ですね、別に右肘と右膝をつける必要はもちろんないのですが、右膝は傾いて右肘は右膝の方向に曲げていきます。これを楽に楽に、頭はどう転がっていくでしょうか。痛みやなんかこれ嫌な感じというところからは逃げるように、もしくはそこまでいかないような動きでやってくださいね。心地よく心地よく動いていれば体は楽になっていきます。では動きをやめて、ゆっくり手を元の位置に戻して、両手両足を床に預けてください。体の右側と左側を比べてください。どちらの方が長く感じるでしょう。呼吸をしている時にどちらの胸が大きく動いていますか。もう一度両膝を立てて同じような体勢をとってください。今度は右手が頭上の壁に少し近づいていったり戻ったり、これも1センチ2センチの動きでいいので、脇の下やあばら、肩甲骨、鎖骨の動きをちょっと観察してください。呼吸は止まっていませんか。これに加えて右足で床を押してあげてください。でも右膝は天井を向いたままです。左膝は左に傾いて、左の肘は曲げて床の上で、右肘の方向、右肘が右膝の方向に降りていきます。そしてゆっくり戻ります。この動きをゆっくり繰り返してください。この動きが、すべてがお互いの動きを尊重してやりやすく、右手の指先が頭上の壁に近づく動きをやりやすくするように動いてあげてください。でも頑張らず、近づくといっても1センチ、2センチで十分なので、そうするとこの体の胴体、右の肩甲骨、左の肩甲骨、あばら、右の骨盤、左の骨盤がどう動いているか、その胴体の動きに今度は注目してください。手はもう頭上に置いておくだけ、力を抜いてください。胴体の動きを把握したらですね、その胴体の動きとしてこの動きをやってみてください。右の肩甲骨は上に伸びていき、左の肩甲骨は下を向いていき、右の骨盤は
足元の方に行って、左の骨盤は倒れていきます。この動作、あばらはどう転がっていますか？頭はどの方向に行きたがっているでしょう？ご自分の体にどの方向が心地いいというふうに聞きながら、とにかく楽に動ける動きで動いてください。首や肩にぐっと力が入っているなと思ったら休んでください。どこかの筋肉をすごく使っているなと思ったら、そこを使わずに動くことはできないでしょうか。他のところがその動きを分担してあげることはできませんか。では動きをやめて、ゆっくり手を下ろして、両手両足を伸ばしてください。呼吸を楽にして床の上の体を観察してください。今日最初に仰向けになった時とどうでしょう。体全体が床に優しくついているでしょうか。頭を左右に傾けてください。では起き上がってください。月曜日の朝、眠い体を起こすときにぐーっと伸びをすることってありますよね。その時になんか体がピキってつったり、首を違えてしまったりすることはありませんか。無理せずこの内側からふわっと広げていったらどうでしょう。ぜひやってみてくださいね。では、気をつけて、いってらっしゃい。